はいどうも、毎度おなじみゆうご .tv、今日も人生に役立つ情報を配信していきまーす。今日も共に学んでいきましょう。ってことで、本日のお題は、心が老けている人は昔話ばかりする。心が若々しい人はこれからの話をする。こちらを今から読んでいきまーす。心の状態は会話の中でその人が未来の話をしているが、過去の話をしているかで分かります。過去の話ばかりしている人はすでに心が老けてしまっている人です。私が若い頃はもっとできた、昔は楽しかったなぁと昔話ばかりをしています。その証拠に体だけではなく心まで老けている親父さんは昔話ばかりします。この人は昔のことばかり考えてこれからのことは考えていない、考えようとしていないことがわかります。将来に対して明るい希望を持っている人は必ず将来の話をします。未来に対して明るい希望を持っているため昔よりこれからのことに関心があるのです。特にこれは子供たちに現れます。まだ幼い子供たちは過去の話などをしません。どの子供たちも将来の希望や夢の話ばかりします。将来は医者になりたい、野球選手になりたいと目を輝かせて話します。小学生の子供があの頃は良かったなんて言葉を聞いたことがありません。どれだけ前向きに将来に対して明るい夢や希望を持っているかは昔の内容が過去か未来かで分かってしまうのです。いつまでも心は若々しくいたいと願うならば当然過去の話をやめることです。過去のことはもう終わってしまったことです。二度と戻ってくることはありません。昔話をするパワーがあるならそのパワーをこれからのことを考えることに使いましょう。子供たちのように将来の話ばかりする人は心も若い証拠になります。今日の格言、昔話をやめてこれからの話をする。なるへそ。間違いないんじゃないですかね。確かによく飲みの席とかでおじさんたちの会話とか聞いてると昔の武勇伝ばっかり話してる人よくいますね。毎回同じ話をして盛り上がってる。よく飽きないなぁと思うんですけどね。昔は悪かったとかなんとかかんとかって、じゃあ今何なんだよって、昔は悪かったけど今どうなんだって、実にくだらない。将来自分の明るい姿を、そういう楽しい会話をしたいですね、なるべく。もう昔話は聞き飽きた。学生の頃の話なんかもう どうでもいい。そう思います。ということで本日はこの辺でドロッ。